中2球団の中でぶっちぎりで悲惨だったオリックスがここまで変貌した理由。オリックスは本当に強力なチームです。前半戦、つまり全143試合のうち83試合が終了し、その中で49勝32敗2分けという勝率6割5厘を記録しています。ちなみに、オリックスは25年ぶりにリーグ優勝を達成した2021年の同じオールスター前には、42勝34敗11分けで貯金8を積み上げました。そして、日本一に輝いた2022年には48勝47敗0分けでわずかな貯金1でした。主力を若手に切り替えて起用してそこそこの実績の中堅をうまくバックアップに使っとるんよな。1軍オープン戦、ペナント、交流戦2軍、すべて再開ってオリックスだっけ？それプラスオープン戦再開もやな。完全再開を舐めたらあかんで。阪急ファンはそのままオリックスにスライドしてると思うけど、近鉄の残党はオリックス応援しとらんのか？ドラフトやろ。阪神が強いのも佐藤輝の年が大当たりだったからや。中島は采配より育成の人やから、今から強奪しても使えんで、まず2年ほど2軍監督やらせなあかん。福良 GM で内部統一してスカウト育成面に金使って、それらが中島監督の下でうまく実ったから。神戸を捨てたオリックスを許さない。逆な、神戸がオリックスを捨てたんだぞ。広岡も織姫に大人気らしいな。もともと売った織姫ってより広岡追いかけてヤクルト巨人折と渡り歩いとる女が量産おる。ポスティング吉田マネー。